村松公式 LINE アットに登録した方限定でシステム無料で配布しています。本気でバイナリーで稼ぎたい方は登録お願いします。こんにちは、投資家の村松です。本日は先週の予想と取引結果ということで、毎週日曜日恒例のこの予想と結果の方をやっていきたいと思います。で、今週に関してですけれど、シグナル配信の方を金曜日の方にいたしました。で、まあ、エントリーしないのはこういう理由ですよっていうのが結構メインとして、で、取引に関しては私がいる時間帯っていうのは結局まあ一勝一敗とかかなで終わっちゃったんですけど、まあその後辞めた後でもこういったところで取引しましょうっていうところで、まあ全員ですね、結局4勝1敗っていうのが感じにはなっていました。で、まあここでエントリーしないよっていうのを言うと何がいいかって言ったら、基本的に私の場合、手法で言えばサインツール取引みたいな感じのイメージで思われる方が多いんですけど、サインツール取引ではなく、サインツールはもちろん利用します。それが手法ですから、サインツールは利用しますけど、この時間帯のこの通貨ペアの陰線でかけてくださいねとか、じゃあ逆にこの時間帯はトレードをやめて次の時間帯の、この通貨ペアの陽線でエントリーしてくださいねというように、なんか、なんて言えばいいかな、タイムスケジュールみたいなものを作って、この時間帯はこれでしかエントリーしないよっていうような手法です。まあなので、まあ再現性で言えば、まあ他のプロトレーダーの方とかがまあ手法を教えますけど、それってローソク足一つ取ってみても、移動平均線とか一つ取ってみても、絶対人によってまあ価値観というか解釈の違いっていうのは生まれますよね。でもそういったところが私の手法で言えばないので、でシグナル配信で言えばここでやってくださいねというところで、もうそれであるだけですので、そこで言えばもう完全に再現性はもう 100% だというふうに思います。で、まあサインが出ていてもそこでエントリーしちゃいけないんだよっていうことも教えてます。シグナル配信中にもちろんサインに関しては結構出ることが多いんですけど、そこで毎回毎回取引するわけではないので、ここではこういう理由で取引をしませんでしたっていうことを挙げています。例えば時間帯が良くなかったからですとか、その先週の期待値が全然良くなかったからみたいな理由ですね。大体がそんな理由で、まあほとんどちゃんと解説しなくても分かる方は、絶対的に分かると思うんですけど、カンニングシートを見ればいいだけなんで。でもまあそういった感じで、まあシグナル配信の方に関しては毎回毎回非常にですね、まあ動画の方は最近上げれていませんけど、シグナル配信の方は結構もう大満足いただけてるかなというふうに思います。で、まあこの動画を撮った後、まあ今週とか、そうですね、時間があれば来週とかもうシグナル配信の方やっていこうかなっていうふうに考えております。では少々前置きの方は長くなってしまいましたけど、先週の予想と取引結果の方を見ていきましょう。こちらが11月25日から11月29日の予想陰線です。結構攻めましょうっていうような話をしたと思います。で、まあアゲイントレードとかはまあ場合によってアゲインでも 65% って結構強いので、アゲインで 60% 超えてきてるってことは結構強いので、でもまあ時間帯的に言えば、まあ勝率で言えば 80% を超えてきてる通貨に関しては、勝率 38% の時間帯を除いて全てでもうエントリーしちゃおうっていうような、結構かなり攻めの姿勢のトレードとなっております。ではこちらが結果になります。まあやはり攻めたことが幸いしてなのか、エントリー数の方は結構多くなったかなっていうような印象はあります。で、まあトレードしなかった時間帯っていうのが結構重要なんですけど、12時から15時で言えば、サインでのトレードを一切なしにして、アゲイントレードとかだけにしたじゃないですか。そういった面で見てみて、で12時から15時っていうのはやはりあまり結果の方は良くなかったんですね。先週の期待値に沿って、やっぱり今週もそういうところに互換性っていうのかな、そういうのがあるので、先週が悪かったなら今週は取引しなければいい、ただそれだけのことなんですよ。非常に簡単だと思います。では、具体的な結果の方を見ていきましょう。おすすめ8通貨のみで言えば72戦46勝、勝率で言えば 63% です。カンニングシートありで言えば32戦25勝、勝率で言えば 78% と、プラス 15% 勝率の方がアップすることができました。まあ 80% に届かなかったですけど、これだけエントリー数があっての勝率 78% ですね、かなり利益率で言えば非常に高いのかなっていうふうに思います。まあ1000円トレードとかでも、まあ、
2万円とはいかずとも1万5000円から1万7000円ぐらいはしっかりとあの利益の方出てんのかなっていうふうには思います。それではこちらが11月25日から29日の予想要線です。まあ、要線で言えば、まあ、ゲインの方が 54% と、まあ、損益分岐点の 53.2 は超えてはきていますけど、まあ、そこでかけるのではなく、それは、まあ、6時から21時とか、勝率の低い時間帯、サイントレードであまりやらない時間帯に関しては、ゲインで、打っていってもいいですけど、それ以外に関しては、やはり、まあ、シンプルに、基本に忠実に、サインでのエントリーをしていこうかなっていうふうに思います。で、まあ、勝率 100% とかある、通貨ペア、この場合で言えば合入時ですね。合入時っていうのはもうこの18位から21位の勝率 47% を除いても全てでエントリーしていきましょうというような、まあ、合入時に関しては結構攻めた、週だったのかなっていうふうに思います。では結果の方見ていきましょう。はい、結果の方はこうなりました。まあ、そうですね、合入時の方を攻めていきましょうというようなお話をしたばっかりなんですけど、まあ、攻めれたのかって言ったら、やはり2002勝で勝率は 100% です。もちろん 100% なんですけど、サイン数が出てこなかったっていう形ですね。まあ、負けてはいないので、これはこれで良しとしておけばいいと思います。まあ、先ほどの、まあ、陰線とかに比べて、陽線はエントリー数も非常に少なかったですけど、まあ、サインでトレードして、これは結構攻めた時での負けだったので、まあ、攻めたって言ってもちゃんと時間帯に合わせて通貨ペアに合わせて絞った上で、まあ、サインでエントリーするっていうような姿勢でいったわけですけど、まあ、これぐらいのエントリー数ですね。で、まあ、勝率の方は 74% と比較的高いので、これはこれで良かったのかなっていうふうに思います。ではこちら具体的な結果です。おすすめ8通貨のみで言えば100戦58勝、勝率で言えば 58%、 カンニングシートありで言えば27戦20勝、勝率で言えば 74% となりました。結構そうですね、おすすめ8通貨のみで言えば100戦58勝、勝率 58%、 これはですね結構低いかなっていうふうに思います。っていうのも、まあ、別に 58% っていう勝率が低いかどうかで言えば全然利益にはつながるような数字なんですけど、この 58% でも何がいけないのかって言ったら、エントリー数が多いことなんですよ。100回も、言ってしまえば抽選をして、その中から58回勝ちましたよっていうような話なんですけど、100回もエントリーしていたら、まあ、その中で期待値がブレて、 58% はそうなんですけど、 58% って同じ勝率があったとして、まあ、同じ抽選箱があったとして、10回中6回ぐらい勝てるようなもの、 5.8 回、ぐらい勝てるような、抽選箱と、100回中58回、勝てるような抽選箱があって、どっちから引きたいですかっていう話なんですよね。大体の方が10回中の方がいいかなっていうような話をすると思います。利益で言えばもちろん100戦58勝の方が高いんですけど、これだと言ってしまえば負ける可能性も結構高いので、エントリー数が多いということは、どん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  50% に近づいていくっていうような、確率っていうのは乖離していくっていうような現象が起きるんですけど、なのでここに関しては結構危なかったのかなっていうふうに思います。なので、まあ、しっかりとおすすめ8通貨のみで言えば、会員さんでなくても皆さんにお渡ししているものではありますけど、まあ、おすすめ8通貨のみだからといって、そこでサインが出たからといってトレードしてしまうというのは非常に危ないかなっていうふうに思います。まあ、58% ですから、運が良ければもちろん利益にはつながりますし、100回出ててその100回全部にかけれていたらもちろん利益の方は出ますけど、まあ、運悪く外れくじを引いてしまう可能性も高いんだよっていう、そういう期待値があるんだよっていうことは理解していただきたいなっていうふうに思います。で、カンニングシートを使った場合は勝率 74%で、27戦中20勝も勝てる抽選箱ですから、これはもう誰だって引きたいですよね。1回と言わず、2回と言わず、3回と言わず、もう何回でも引きたいと思います。なんなら27回全部引いて7回負けたっていいわけですから、それで勝率 74% なかなか出るような数字ではないかなっていうふうに思います。まあ、今週に関しては陰線も陽線もかなり結果の方は伸びてきて、いい数字だったのかなっていうふうに思います。それでは今週のカンニングシートです。それではこちらが11月25日から11月29日までのカンニングシートとなります。で、それで、まあ、来週の、まあ、用のカンニングシートなんですけど、まあ、第4週ということで、まあ、11月ももう終わりましたね。11月もこれで終わって、これから、まあ、12月に入っていくよっていうところなんですけれど、
まあ引き続きずっと続けていくだけです。12月は年末に近くなってどんどん相場が荒れてくるよとか、勝率が下がってくるよとか、トレードをしない月ですよというような意見とか、そういったことを言ってる人に関しては非常に多いんですけど、別に私に関してはそんなことはないんじゃないかなって、てかやってみるまでわかんないですよねっていうことなんですよ。私は根拠のないデータとかそういったことを信用するのは嫌いで、まあ全く自分のは信用してないんですけど、やはり自分で取ったデータで、じゃあ12月の相場が悪かったかどうか、まあ、去年に関しては非常に悪かったです、だから今年も当てはまるのかって言ったら違いますよね。そんな1年前のデータなんて私はもう使い物にならないと思います。しっかりと先週の1週間前のデータだけだと思います。それぐらい最新のものに切り替えていくということです。じゃあ12月、相場が悪くなるという予想をした方がいました。じゃあ来週の予想っていうのをこれから、皆さんにお配りしますけど、それがじゃあもしも仮にめちゃめちゃ悪かったと、勝率はじゃあ 55% 以下だったと、そうなった時はじゃあもうトレードをやめようと、それぐらいに考えております。じゃあやってみるまで分かんないです。これから12月に入りますけれど、これからもずっとこの調子でずっと続けていくだけです。来週の予想に関して、じゃあ来週12月の頭に入った時に外れていれば、じゃあそれはもう12月危ないんじゃないっていうようなことははっきりと言えますけど、そんなことはないです。12月だからってビビることはなく、そんな世間のね、誰が言ったのかどうかもわからないような信用のできないデータに従うのではなく、私がしっかりと取ったデータに従ってトレードの方をするようにしてください。それでは来週の予想に移ります。来週に関しては陰線はまあこのような形となります。まあアゲインでの勝率が非常に高いので、アゲインで大体トレードしていこうかなっていう感じには思います。ただまあ時間帯に関しては、まあ12時からまた次の24時12時まで、まあ 50% 台っていうような、まあ比較的ちょっと難しい相場とはなっておりますね。まあ時間帯によっては 53% 52% っていう感じで、損益分岐点はしまっている時間帯もあるので、そこに関しては注意して、もちろんサインでエントリーなんていうものはしません。勝率 53% 52% ならサインではエントリーせず、アゲインでトレードしていこうというように考えております。ではこちらが陽線の予想です。まあ陽線に関しても結構アゲインの方が強かったんですけど、陽線自体が勝率の方がやはり悪かったので、 47% の時間帯であったり、 44% の時間帯であったり、24時から3時は 50% っていう、まあ一番難しいような、予想が難しいような時間帯であったりとか、まあこの 50% っていうのはアゲインで攻めればいいのか、サインで攻めればいいのかもう分かんないような時間帯とかがあったりと、非常に難しいんですね。でもまあ陰線で先ほど結構トレード数とかもあったので、陽線に関してはこれぐらいで、エントリー数の方は避けていこうかなというふうに考えております。なので来週に関しては結構陽線は、トレード数とかは低くなるかなっていうような見積もりはあります。それではワンポイントアドバイスです。正統派のトレード手法とはということで、結構まあトレード手法に関してはまあいろんなトレーダーさんがいて、まあアマチュア含めプロ含め、まあいろんなトレーダーさんっていうのは非常に多いと思うんですよ。まあこの動画を見てくださっている方も、まあ一度はもうバイナリっていう戦場に出てしまえば、もうアマチュアもプロも関係ないです。私は初心者だから、じゃあ10万円溶かしましたと言って、じゃあ10万円入るオーストラリアに返してくださいって、わけもわからずポチポチしていたら、もうなくなってしまったんです、返してくださいって言ったところで絶対返してくれるわけないじゃないですか。なのでそういったところで考えてみたら、もうトレードっていう戦場に入ったら、もうアマチュアもプロも関係ないんですよ。なので年齢も関係ないし、国籍も関係ないし、性別も関係ない、生まれ育ちもそういったまあね、環境とかも全く関係ないです。全員が平等の世界です。じゃあその中で自分が勝てるんだっていう、その武器を見つけることっていうのが大事なんですね。そのために私はもう口を酸っぱくして何回も言ってるんですよ。手法を確立しましょうって。なんかあれこれネットで見た手法を試してやってみて、なんかそれがうまくいかなかったなと言って、じゃあまた別の手法に手を伸ばす、それがうまくいかなかったなと言ってまた別の手法に手を伸ばす、それが正統派のトレードと言えますかっていう話なんですね。まだ模索してる段階ですよね。だったらデモトレードで十分だと思います。そんな模索してる段階だったら、じゃあしっかりと確立して、もうこの手法だけでやろうと、
それをもう10年先も20年先ももう50年先だってずっとその手法を使おうと。それぐらい王道のものがトレード手法、正統派と言われるものだと私は思います。だから言ってしまえば、通貨ペアによってちゃんと RSI とか移動平均線とかの数値は変えなければいけませんよっていうような手法があったとして、それはじゃあ手法確立されてないですか、 ないじゃないですかって言われると思うんですけど、それは違います。ちゃんとルールにのっとって、こういった相場の時はこの設定値にする、こういった相場の時はこういう設定値にするというような明確なルールがあります。私の場合だってそうです。まずはシリウスっていうようなサインツール、これは私が開発したんですけれども、まずはそのサインツールを使いましょう。でそのサインツールの中身も公開はしてませんけど、まあ他のツールとはもう全く違うような作り方になってます。もう言ってしまえば、まあカスタムではなく研究用のツールっていう感じですね。まあその研究用のツールを使って、まあ相場に合わせて何か設定値を変更するっていうことももうなくなりました。でもその代わりに通貨ペアすべてのサインを数えて、そしてそのシリウスが正しいのかどうかっていう、そのシリウス自体の研究に関しても、毎週40時間50時間以上かけてやらないといけないって、もうこの手法を確立した時に、今後ずっともう研究を続けるということ、1週間40時間50時間は最低でもかけて研究を続けると、そういった約束のもっと、そういったことを制約できると、しっかりともう守り続けることができると言った前提で開発したこの手法です、私は。なので言ってしまえば、1週間でもその、そうですね、データの方がなくなってしまったりとか、なんか今週ちょっと体調崩してしまいましたってなって、データの方が取れませんでしたってなったら、もうそこでもう終了します。それぐらい本当、言ってしまえば非常にきついトレード手法であり、トレードのルールだと思います。なので土日に関してはこれまでもう何年も、もう 2,3 年もずっと土日に関しては休んだことなんて一切ないです。そういった約束のもとトレード手法というものは確立するべきだと私は思います。なのでこの動画を見ている方、今じゃあこういった手法に手を伸ばしてますって、それは別にいいです。まだ模索している段階ですよね。いいと思います。でもそこで模索してしっかりと結果を出してください。それは過去5年であり10年であり、もう、難しければ過去1年でいいですよ。過去1年間17通貨ペアのしっかりとしたバックテスト、フォワードを取ってどういった結果が出るのかっていうような結果を出してください。でそれがじゃあうまくいきませんでしたと、過去1年間分見ても勝率 60% 出ませんでしたよってなったら、じゃあ別の手法に手を伸ばすっていう、そういったところだと思います。しっかりと結果が出るまでをやってください。しっかりと結果が出るまでやって、それで結果が出てこなかったなら次に手を伸ばすっていうのが重要だと思います。まあ 100% をちゃんと受け取って、それからやめるとか、結果を出す、やめるっていうのはいいと思うんですけど、なんとなく自分には向いてなかったなっていう、そのなんとなくに関してができないと。良くないなっていうふうに思います。ちゃんとできなかった理由を言語化するっていうことですね。できなかった理由、やめてしまった理由っていうのをしっかりと言語化して、まあ次の反省に生かすっていうところです。後悔ではないです。ちゃんと次、絶対成功するために反省をするようにしましょう。本日も動画のご視聴ありがとうございました。こちらの動画を楽しみに見ていただいている皆様へお知らせなのですが、本気でバイナリーで稼ぎたい、私村松がどんな手法で稼げているのか知りたいという方に向けて、とあるグループへ招待いたしたいと思います。その名も完全紹介制養成講座です。こちらのグループ内では人とのつながりを大事にしております。なのでこの動画をご覧の方しか紹介することはできません。そしてこの講座内では、私村松が稼げている理由を講座でお伝えしていくとともに、使用しているツールを無償で提供しております。世の中には10万、20万と高額で販売している方もいますが、私は無償で提供させていただきます。このグループにご興味のある方は、こちらの QR コードを LINE で読み取り、紹介コードをご入力してください。ぜひともご登録の方をお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。